はい、というわけで今日は、3本ぐらいあるんですよね。もっとあるのかな、まあ、もっとあるけど多分できない。3本から4本あって、でかつ、まあ、私はそんなになんていうかバッチリやりたいという感じの本でもなかったのでなかったのは、もともとね短い本なんで、そんなに頭から順々に読んでいきましょうみたいな感じでは全くなく、まあ、大体こんな本なので、こういう人にはおすすめで、じゃないですかねみたいな感じで、サクッと15分とか20分ぐらいで終わらせようかと思ってます。まず本のタイトルがゲーム理論の裏口入門、サブタイトルはボードゲームで学ぶ戦略的思考法、という、講談社から出た今年の、5月末ですね、5月末発売の本です。で著者は野田俊也さん、という方、ですね。経歴的には、どこだっけ、カナダの大学の准教授、助教授、助教、かな、わかんないか助教授って言わないから准教授って言うんじゃないかな。で、2021年から、どこだ、東京東大ですね、東大の人、で東大の講師ですかね今、という、経歴の人です。なんかこう本人のツイッターから見るとこのなんか転職するたびに給料が安くなってるみたいな感じらしいですなんかカナダにいた時のなんか給料はすごく良かった。だからこうなんか転職するごとにこうなんかどんどんどんみたいな、へーって感じ。アップしてないんだ、で2012年に東大の学部卒、で14年に修士卒、だから90年生まれぐらいですね、はい、なので、33ぐらい、じゃないかと推測されます。で経歴的には、経歴じゃない、研究分野はマーケットデザインなので、ここでやった本でいうと一番近いのはあれですね、オークション理論とデザイン、あれが一番近いです。あれはマーケットデザインそのものじゃないですけれども、オークションのデザインと、いうのは、まあ、マーケットデザインの、まあ、なんていうか密接な関係があるというか、マーケットデザインの本ではオークションデザインの話するので、非常に近い分野で、かつこの本の、最後まで読まれた方は分かりますが、マーケットデザインは、割とゲームデザインにも、つながりのある、分野、ということになります。野田さんが実際にやってたこと、一応なんかリサーチマップをパッと見たんですけども、なんか、まあ、割と、そんなになんか、アプリケーションというか、どういったかな、分かりやすいテーマがあって、これをなんかずっと追っかけてますというのはタイプの人ではなさそうな雰囲気でしたね。なんかランダムディクテーターシップをなんか採用したときにどういうふうな利得が、多分そのランダムディクテーターシップだから、多分適当に一人お前が独裁者で、なんかちょっとそれ意思決定やってみなさいみたいなモデルを考えたときの利得がどうこうみたいな話じゃないですかね、分かんないけど読んでいいか、とか、まあ、いくつかそういう論文が載ってました。載せてる雑誌はなんだっけな、ゲーム&エコノミックビヘイビアがなんかメインだったような気がする。ハッキングエルゼビアでおなじみの、オランダのボールをむさぶることで有名な学院出版社、なんと利益率4割、そういう会社があるんですけども、そこが出している雑誌で、まあ、何本か論文を載せておりました。でもそんなことはどうでもいいんですでですね、この本がどういう本かという話なんですけども、私の方は印象としては、ゲーム理論が、どういうコンセプトのツール、であってどういうことに用いられているかということを、書いた一般書です。でそのための切り口としてボードゲームを使っている、という扱いが、まあ、説明としては一番いいんじゃないですかね。でこれツールって書いてあるのでどうだっていうと、ゲーム理論の、入門書じゃないんですよこの本、全然ないんですね。読んでもらえば分かるんですよ、用語でギリギリ出てくるのかな、主均衡ぐらい、で概念としては、いわゆる、展開したゲーム、展開系のゲームで、サブゲームパーフェクトイクリブリウム、なんか毎回言えないんだよこれ、サブゲーム、完全均衡っていう、要はその
機能法で一番末端の最後のサブゲームでなし金庫なくなるルートだけを取っていって取っていって取っていってみたいな感じで組み合わせて、それで最初から最後までの一本パスを金庫点としようという概念があるんですけども、考え方としては触れてるんですが、言葉としてはまあ出してないとか、まあそういうことがあって、ゲーム理論のを学ぶという本ではまあないんですよ。なんかゲーム理論の裏口入門って感じですが、これは入門の前に本です、どっちかといえば。だからまあこれをその高校生ぐらいの人が読んで、高校生ちょっと無理があるか、いやでも内容的には高校ぐらいですよ、多分。高校生ぐらいの人が読ん で大学の経済学部に入った時に、よし俺はゲーム理論をやろうっつって、で角谷の不動点定理とか全然わからんっつってすぐ投げ出すみたいなね、まあ、大体そういうような経路をこう一般の学生からたどるわけですが、まあ、そういうなんか入り口の本、入り口の前に読む本っていうのがまあ一番イメージとしてはいいんじゃないかと思います。あとは、まあ、ゲーム理論って言葉は、まあ、知ってるんだけど中身は全然知らんと、なんかこう新聞とかでたまに聞くような気がするみたいな、そういう人が深入りする気は全くないんだけども、まあ、大体どんな感じのもんなんつうのをなんか、まあ、手短に説明してよっつんで、まあ、持ってこられた感じの、まあ、そういう本でもあるかなと思います。まあ、だからまあまあこれで分かった感じにはなれるというか、細かいことは何も分からないんですけども、大体どういうふうに使い、何の目的で使ってて、でどういう考え方があってみたいなことはまあ分かると思います。であとはですね、ゲームデザインの本で、まあ、ゲーム理論の紹介がされることは時々あるんですが、例えばルールズオブプレイという本があって、この本の一章を使ってゲーム理論の説明ってあるんですけども、この章がなんか全然ピンとこなくて、ちょっとなんかゲームの中で、ゲームっていうのはこの場合はゲームデザインの本を言うんですよ。ゲームデザインの中でゲーム理論ってどういう位置づけでその解釈したらいいのというか、ゲーム理論、ゲームのデザインの本を読んでるから突然ゲーム理論が出てきて、なんでみたいな反応になった時に、ちょっとまあこの本を副読本的な感じで、眺めると、あ、まあまあまあそういうことなんねみたいな、なんでゲーム理論をその教科書の作者たちがやっといてほしいのかっていうのは分かったみたいな、そういうような感じでもまあ使えるんじゃないかなというふうに、思います。でですね、でこの種の一般書ってまあまああるんですけど、一般書とか入門書とかね、あるんですけども、その中で一番の特徴としては用途の紹介がすごくウェイトが大きいんです、うんうん、一番の特徴は僕の観点で言えばゲーム、ボードゲームから入ったことではないです、うん、それよりも用途が中心であることの方が大きいと思います。でその用途の紹介 の手段としてのボードゲーム、というようなふうに捉えるのが、まあ、一番きれいな捉え方じゃないかなと思います。というのはこの本で多分一番、まあ、ちゃんと面白いパートって最後の6章だと思うんですけど、6章はキープクールとかやってるところですよ、うん、あとあなんだっけ、なんか悪いゴミを出してブルー&マネーでしたっけ、ハンスからあれみたいな感じの世界の、みたいな、まあ、ところの紹介がある、のが6章なんですが、これは著者の、専門家、これメカニズムデザインって書いてあるんですが、マーケットデザインですね。マーケットデザインの、に関連するトピックでもあって、まあ、専門、彼の専門であるところの、マーケットデザインというのを、ボードゲーム、特に、まあ、キープクールは完全にそういう世界の、うん、ゲームなので、に、まあ、落として喋ってる、ような感じですね。で、その上で、そのゲームの改良、ゲームとして成り立たないということと、その、デザインとして成り立たないということを、まあ、一致させる感じで、まあ、もちろんある程度一致してるから、まあ、一冊ごとに来るわけです、させて、でその改良っていうのが、つまり、まあ、マーケットの政策の改良でもあるというような形で、まあ、語られている、ところが、まあ、非常にこのシリーズの本で、まあ、読ませるものとしては非常に良いんじゃないかなと思います。
で、まあ、まあ、そうですね、ゲームの、レジュメの方に沿っていくと、ゲームルールの修正と、それが結果に与える影響と、あと、まあ、そこから得る社会問題しさを、まあ、シンプルな形で書けていると思います。で、もう一個重要なこととして、大体なんかね、こういうことを書く人は、その限界っていうのを忘れちゃうんですよ。シミュレーションが好きな人は全部のものをシミュレーションで解こうとするみたいな話もあり、かつそこのその手法にどういう歪みがあるとかどういう悪いことがあるかみたいなことを、まあ、割と忘れちゃうというか、お本人がもしかしたら覚えてるかもしれないですけど、説明するときには抜かしちゃうというのは傾向は非常に多いんですけども、この本はよく見ればという方でもないかな、ゲームであることによるキープクールの歪みみたいなものをちゃんと書いてるので、要はあれです、すぐみんな世界滅亡の方になんか行っちゃうみたいな、それはそのゲームの難易度の問題だけじゃなくって、キープクールが、まあ、普通の競争ゲーム、一人勝ちの競争ゲームであるっていう、一応まあ全員滅亡ありますけど、まあ、最終的には一人勝利のデザインで作られているゲームであることの歪みというのが非常に大きくて、なので、まあ、そういうところはその現実の、アプリケーションでは注意しなさいねみたいなことは、まあまあ、ちゃんと書いてあるので、その辺もまあ偉いんじゃないかなと思います。あと、それ以外に、まあ、一応まあそのボードゲームの観点からいきましょうというようなことが書かれているので、ボードゲーム絡みの小ネタもまあいっぱいあって、そっちの面白さというのはもちろん普通にあります。個人的に好きだったところをいくつかピックアップしました。まあ、評価関数の基本概念、これは別に小ネタというほどじゃなくて立派ななんていうかもうちょい大きなトピックですけれども、将棋とかやってて評価関数って何っていう、話って言葉はもう割とみんな馴染みあると思うんですけど、ちょっとようわからんところってあるじゃないですか。それを最低限の説明で、まあ、最低限分からんというよりは、まあ、分かったかなぐらいの気分にはさせてくれるというのは非常に良いんじゃないかなと思います。であと、一番これだとして好きだったのはポーカーに触れた4章です。まあ、ポーカーそのものは分析してなくって、もっとシンプルな1枚引きの、まあ、なんかポーカーとかポーカーっぽい、まあ、まあ、手はシンプルにして、レイズ と、 ドロップとコールがあるみたいな、そういうモデルのものを考えてみたいな話なんですけども、その中で、ブラフってどういうことみたいな説明があって、これはすごくいいですね。割とほら昔のポーカーの人って、すごいロマンチックじゃないですか。ブラフに関してなんか手札を読んで、まあ、手札を読むのは全然、いいんですけど、そこでなんかこうここでブラフをかけてみたいな、まあ、それこそあれですよ、竹消防官があるわけじゃないですか。ストーリーを作る、ストーリーを作る。で一方でポーカーの専門書になっちゃうと、もうそういうのは前提になってて、もう何の説明もないんですよね。そこでなんかここは、70% はそのままでいて 30% のブラフをかけるといいよみたいなことを、まあ、なんか何の補足もなく書いたりして、それは何みたいな感じになるんですけども、この本はすごくそこが分かりやすいし、シンプルだし、ちょうどいい、と思います。要は、金剛戦略金庫の、その、確率論としてのブラフ、という形で説明ができてて、ある一定の確率でブラフをかけないと、確定的にいっちゃうと、まあ、強い手での反応が出た時にはもう、全折りになっちゃうので取りすぎれると。だからブラフというか、ブラフをするかもしれないというその確率論的な混合戦略を使っているのねという相手に認識させることが大事だというような形での説明が行われて、これはまあ、なんつうか、非常にその通りだよね。その通りだし、こういうその、身も蓋もない話をしちゃう、解釈をしちゃう人って往々にして、じゃあブラフいらないみたいな話も気がしないですか。そうじゃなくってみたいな、まあ、確かにブラフっていう言葉でブラフを捉えるものではないんだけども、あくまで確率の的にブラフだけなんで、でもそのいわゆる今までブラフって言われたものと、その現代的なその、最適戦略の間にはこういう関係があるということが、まあ、きちんと示されているのはとても良いと思います。
まあまあ、知りたいのってこれぐらいの温度だと思うんですよね、多分、うん、これ以上深入りするともう別にポーカープレイヤーになりたいわけじゃないんだけどなんどんなもんっていうのを知りたいところだ、ポーカーって、はい、多分5年くらいかな、10年くらい前からバーテリー行って、大体ゲームセオリーを聞く前にもめちゃくちゃ流行ってるんですよ、はいはいはい、今もうあれ知らないとも話にならないからやってるんですけど、うん、でもこういうそれってつまり覚えるわけじゃないですか、でその根底にこういうのがあるってことは知らなくてもいいわけだ、いいわけだ、そうそうそう、いいわけなんだ、覚えりゃいいんだから、うん、でそういう意味でもすごい意味があると思う、はいはいはい、これこういうのを簡単に知れるっていうのはすごいいいと思います、うん、大した計算をやってるわけじゃないんだよっていうのがまあ分かるぐらい、まあ、とてもいいですね、この辺、うん、であと小ネタとしてはこれも好きだった、麻雀における手読みの意味のなさについて触れたドライな一部、うん、テキサスホールデムは、手読み結構な意味があって、つまり、まあ、相手の手が何であるかによって自分の最適な最適反応はかなり変わるタイプのゲームなんだけど、麻雀はそうではない、まあまあ、読むも何もさみたいなまあ感じなのでってことですね、でも最近もう麻雀でそういう手読みみたいなことを言う人いないような気もするけど、手読みものすごくミクロで、例えばすごい速いリーチがあったりするじゃないですか、でその場合通ってない筋が何本あるとか、まあ、一応ヤンメンだとかってしてね、ヤンメンだとかってして全部のヤンメンがまあトークフェースを考えて、まあ、あと10本あると10本あるんだったらまあ10分の1だからいけみたいな、そういう話になるので、この場合シャブロー版が怪しいとかそういう方向からいかんわけですよ、むしろそう10本ある中でどういうの危険度がこっちのタブロー版の方がこちらにRPより高いよねもあり得るけど、これはサブロー版だったらない、まあないですよね、一点読みなんてまあやらん、意味がないっていうないので、基本的には通ってないのが何種類あるか、でそれが多いほど通りやすいっていう、そっちの方が多分メインだと思いますね、うんうん、全然考え方が違う、うん、というような、感じですね、あとまあこれは大体なんかもうゲーム探検隊でも読んだし私も書いたような気がしないでもないですが、掛け金の導入のポジティブな効果の話ですね、いわゆるまあ順位で決めちゃうとちょっといろいろ不都合があるんですよね、うん、マルチゲームっていうのは、でそこに掛け金を導入すると、まあまあ、評価値になるから、ね、なるからと、それから外部的な評価値になるから、だから内部的には解決できない問題を外部で評価することによって解決しようという、まあ、絡めて、これにもいろいろ書いてあるけど、そうそう、だからまあ、まだみんなね、なんかこう書きたくなるんですよね、こんな話はそうね、オンラインだったら大体レーティングは、そう、レーティング出すからそれがレーティングで代わりできますね、うん、じゃあでもなんでみんなあんなレーティング好きなのか、レーティングも一つの外部評価 で、ね、だからメタゲームをレーティング競争ってメタゲームをやってるわけで、はい、まあ、でもレーティングならレーティングのまた問題点がいろいろあって、なかなか面白いんですけど、それはね、この本の中でなんか強くなりたい人に的なのがちょこちょこあるじゃないですか、はい、強くなりたい人そんなにいるんですかね、俺全くピンとこなかったんだけど、いやいるのかな、でもいや読者的な需要はあるんじゃないですか、そう、いや例えば強くなりたいゲームって基本メジャーなゲームだと思うんですよ、そうそうそう、アグリコラでもドミニオンでも方でもね、でそういうゲームって、まあ、本にも言ってるけど それはもうスタートラインであって、で本にも言ってるけど初見でゲームのなんか構想を見抜いて強くなれるようなそういうのを示しているよって言うけど、そんなのいりますかね、まあまあ俺はいらないですけど、そういうのも欲しいゲーマーってそんなにいるのかなっていう気がするんだ、特殊なゲーマーですね、うん、だいぶもしかしたらオンライン派はそういう人が多いのかもしれない、メイティングとかだとっていうちょっと疑問ですね、そうですよね、あとこの人なんかなんでラッキーナンバー500回もやってるんだろう、500回やって楽しいかな、いや楽しいんでしょうね、500回やると見えてくるものあるのかな、いやそれは全然ないと思うんですけど、てか3回やれるのはそこそこの忍耐力だと思うじゃないですか、500ってだから随分な、随分ですよね、本当かな、本当なんだな、ハハ、まあ、500回やったらしいです、でまあ、というわけで、まあ、良い本なんですけど、ただこの本の元々のキャッチコピーというかフックであるはずの、ボードゲームを、例として非協力ゲーム理論自体の触りを説明するっていうポイントはあんまうまくいってないような気がします、今前半の1章か2章までのことですね、まあ、僕は後半がいいので別にいいんですけど、あと、まあ、ゲーム理論はそもそも知ってるので別に1章見たら問わしちゃうぐらいだけなので
いいんですが、例えばインカの黄金、あのムーンと、ムーンと誰だっけ、フェルティか、ムーンとフェルティ の, あのチキンレースゲームですね、を使ってチキンレースについて説明するっていうパートが、まあ、あるんですけど、うん、そもそもインカの黄金のルールを読むのたるくねっていうのが、まあ、あるわけですあの一応その、一番最初の方に大体概要がこういうゲームでって書いてあるんだけど、このボードゲームのルールってはもう、ボードゲーマーなら読むのが嬉しいっていう人はもう清水さんぐらいしかいないわけですよ清水さんも絶対嬉しくはもうないんだと思うんですけど嬉しいんですか。いや嬉しくないでしょう、全然嬉しそうに読んでないですよ、まあ、というわけでゲームのルールを読みたい人っては一人もいないんですよこのようにでそうかな、鑑賞材料としてのゲームルールとかどうですか、ね、まあ、やれる人だよはやればいいんじゃないですかね、分からんくはないですよ、分からんくはない。いやこのルールはよくかけてよくかけて、いやそれは別にあるんですけど、ましてはそれ別に嬉しくないですよ、うん、むしろよくかけてないルールへの怒りの方がでかい、まあそれはそうだ、本当に読んでて腹立ってくるそれはそうだ、いろいろとね、まあ、言いたいことはあるんですけど、まあまあというわけで別に、まあ、そういう意味でよくかけてないわけじゃないんですけど、うん、別にちゃんとまとまってますが、まとまってたってインカの黄金のルールなんか今更読みたくないわけですでその上で、まあ、読みましたと。で読んだ上で、その説明されるのはそのインカの黄金におけるその局面だけなんですよね、もちろん。だって、まあ、チキンレースも説明したら一般的な勝利的な戦略ってことを言ってるわけです、言ってるわけですよ、じゃないんですよ。ある場合どうしたらいいかっていうだけで、うん、その流れの中でどうっていうわけじゃなくて、あくまで道局面の話なんで、ということで、別にインカの方いらなくないですかみたいな、まあ、気分にはなるわけですよ。途中逆でインカの方が非常に関心です。あ、そうですか、はい、それやっぱりやんなきゃわからんわけですよね。あ、そうそうそう、やんなきゃわからんわけだからルール読んでもわからんわけですよね。 そうこがやっぱジレンマだよね。そうそうそう、うん、題材選んでだから、うん、やってる人はルール説明いらないし、いらないし、ね、やらない人はルール説明読んでもわからない、ね、だから何のために書いてるのか、うん、そうそうそう、やっぱ将棋とかある程度の人口が知ってるっていうのとやっぱ全然違いますよね、うん、この人はまあ講師、東大の講師なので彼がワークショップでやる分には全然問題ないと思う。それはいいかもいいと思うんですけど、実際にゲームをやってみてね、うん、ルールを読むだけじゃなくて実際にやってみて、ああなるほどこういうことねっていうのがあって、でそれはいいんですけど、それをその本にしちゃうとその一番良かった部分がなくなっちゃうんですよ、ね、本にしちゃうとそれは良くない、ね、でだから本にすると どう本にすればいいのかって結構難しくて、その助長さを諦めてリプレイ形式にしちゃうとか、まあ、いくつか考えられはするんですけどね、うん、でもまあ実際にせ難しいような気はします。で、これ他にも、まあ、これは何の意味があるんですかみたいなボードゲームの研究とか結構多いんですよね。ただ名前出したかっただけではみたいな感じを、まあ、割と受ける、でそのくせなんかこう詰将棋のところでひよったりするわけですよ、この人は詰将棋あまり人が知らない、いやいや、インカの黄金だって知らねえよ、知ってると思うけどな。インカの黄金よりもなんかあの本当に出しただけですみたいな名前のゲームもなんか全然出てるじゃないですか。ウェルカムトゥーとかで、そうそう、企業だけでなんだそれはって言うんですよ。まあまあ、キャントストップは、ね、キャントストップはまあわかる、うん、カルカソンヌもね、まあまあまあわかる、ね、うん、とかまあ、いやでもそのカルカソンヌは競技用としては2人で遊ばれるものだ、そのくだりは消しとけみたいな、まあ、そうだけども、そうだけどもいらんだろこの本になって、まあまあ、いろいろ、まあ、そういうところで思うところは、まあ、ありました。ゲームレールの基本部分の説明、クリスヤがダイスゲーム、ダイストランプゲーム誌だっけな、って本があって、あ、でそこでゲーム理論の触りの説明とか、組み合わせ理論とかも、もうさっと済ませてやってるんですけど、あれぐらいでいいんじゃないのかなと思うんですよね。その後が大事な本なんで、結局これって。そこのなんか説明の部分までゲーム、まあでもまあこの本の最初の書きたかったきっかけはそこだとは思うので、うん、まあまあわかるんだけどみたいな感じですね。で、まあその均衡概念の説明もあんまりそんななくって、まあ、読んでいただければ分かりますけど、ナッシュ均衡の解釈一応でもね、ちゃんと実験をやったらこうなってますみたいな説明があるので、その方が割と偉いんですけど、でそのナッシュ均衡
で、まあ、じゃんけんのなし均衡で、まあ、なので、もう動きませんって話があるんですけど、じゃんけんって支配戦略均衡、じゃんけんの3分の1って支配戦略均衡じゃないので本当はちょっと怪しいんですよね、うん、あの支配戦略均衡じゃないってことは1回ぶらしたら戻ってくるまでかなり時間かかるはずですから、うん、とかまあでもそれでも、じゃあ、 あの3分の1がナッシュ均衡であるというのはどういうことかについての解釈、これはまあ普通にあのゲーム理論の本とかでも載ってるので、まあ、なんかそれぐらいの紹介してくれてもそのウェルカムトゥーにページを割くぐらいだったらいいんじゃないかなという感じはします。で、まあ、今後の戦略ってそもそもどういうことなんていう、まあ、これも、まあ、あのブラグっていうのはまあそういうことなので、書けば書けるはず、なんですけれども、ちょっとなんかもうちょいそこはアクセル踏んでもいいんじゃないかなという感じはしますね。であとは支配戦略均衡、そうこのゲームこの本支配戦略均衡の紹介がよくあのないのはよくないなって感じします。あのめったに出てこない概念なので、概念じゃない、あの回としてあの実際に現れるとほとんどゲームとしては何の役にも立たなくなるので、あのボードゲームの紹介というのはちょっと折り合いは確かに悪いんですけど、でもまあなんていうか、あの強い回っていうのはこういうもんだよってことを一回ちゃんと示しておかないと、なんか後々良くない良くなさが出てるんじゃないかなという感じがします。あとはそうですね、トピックとしては情報不完備とか限定合理性とかあの楽しいあたり、がまあ丸ごとないのでこの本、それまあなんかこれは別に、まあ、ないものでありかありますけどねその辺載せちゃうとちょっとその一般書っていうコンセプトがあぶれてきちゃうのは確かなので、でもまあ載せてくれてもよかったんじゃないのかなという感じもします。あと協力ゲーム、協力ゲームの話もまあ載ってないです。まあこれはもう完全に言いがかりみたいなもんですね、うん、あのこのサイズの本で協力ゲームまで載せてる本って、割と少ないので、てかあのゲームでもちゃんとした入門書でも協力ゲームはカットして非協力ゲームのみでやってますって本はすごく多いですから、あの協力ゲームの話が載ってないのが悪いわけじゃないんですけど、でもマルチゲームに触れてる本なんですよこの本って、うん、だからまあせっかくだからやっといてもよかったんじゃないみたいな、ちょっと新しいトピックだからじゃないかな、うん、ですかね、うん、まあでもな、でも別にシャープレッジの紹介にそんなにページ数いるとも思えないし、うん、みたいな、まあまあ、とかまあありますね、まあ、そもそもね、これあの著者に言っても千枚ことっていう気もして、どうせ我々はあの講談社の編集がここいらないからカットしてもいったんでしょみたいな感じが、まあ、正直あるので、俺が編集だったらもうちょっとマニアックなことを書かせて10分の1も売れないような本を作ってみせるみたいなのがあるわけですよまあまあ、重版かかったらしいので、まあまあというようなそのないものねだり感はいろいろあるんですが、でもまあいい本じゃないですかね、いい本だと思います、という感じです。まあ、あの後ろの方は大体こういう感じのトピックがありますよというのをざっくり紹介しております。これはもうセリが出てこないじゃないですか。セリ出てこないですね。出てこない、ね、これは 何かそういう理由が難しいからですか。多分なんでしょうね、著者がマーケットデザインってセリがかなり重要なので、やりだしちゃうとうっかりページ数が永遠に挟んでしまうからみたいなのがあったんじゃないですかまあそれこそなんか著者にツイッターで聞いてみてもいいかもしれないですけど、沢田さんがセリを題材に一本入れようって言ったらゲーム何にします？モダナーと。あー、なるほどね、なるほど。セリの形式が値段に与える影響みたいなものが分かりやすく出ると思うので、あ、なるほどね、あれいろんなセリが出てくるからね、うん、私はこの読んでね思ったのは、今までゲーム理論の本って結構、まあ、それなりに興味あるから読んだんですけど、まあ、いや書いてる人はボードゲームやらない人ばっかりです、はいはいはい、そういう意味ではねボードゲームをちゃんとやる人が書いたっていうんで、まあ、感心したなという気が一つ、はいはいはい、それからなんていうかな、ちょっと澤田さんと評価が違うんだけど、ね、インカの黄金はいいこと書いてるなと思いました、うん、なんでかっていうとですね、インカの黄金をの底を書くためにインカの黄金のルールを説明しなくちゃいけなくて、それを読者が読めないであろうっていうか、うん、読めないっていう言い方をするんだけど、あまり、まあ、よい気分にはならない、読めないってことはよくわかるから成功してるか失敗してるかは別にしてね、本を出す側としてはあまり良いあれではないと思うんだけど、まあ、無理して出した分だけどあるなと思ったのは、私気がつかなかったですよ。その要するに最後2人になってね握ると、
その前に相談すると、はいはいはい、あの進む逃げる、ええ、あのじゃあ俺進むよじゃあ俺逃げるよって相談すると、はい、ウィンウィンっていうのはね、はいはいはい、言われてみてねあそうだなと思ってでそうだなと思った前提にねあのゲームのルール上っていうか、まあ、メタルールとしてねそこで相談は許されるかっていう問題があって問題ありますねありますで少なくともルールブックには相談が許すとも許されないとも書いてないし書いてないケースは多いですよね、まあ、書いてないのが普通だよねどっちかってはそうですね、うん、あのある特殊なゲームでねあの例えばあのなんだ何でもいいんだけどあのドクロとバラでもいいし、はいはいゴキブリポーカーでもいいんだけど見ないでやっちゃダメだよと、はい、見なさいみたいなのはあの見ることによって何か変化するかというとそうでもないのでルールとして変と言えば変だけど人間がやるゲームとしてはやっぱり見るっていう行為を入れないとまずいから、ね、ルールに書いておくことこれはいいことだと思うんですよね、でそういう意味でもあのそういう意味で書かれることあるけど普通は書かないじゃないですか、まあそうですね、うん、書かないことが多いですよね、うん、で私はねそう書かれないことはやっちゃいけないような気がしてたからこれ相談はまずいんじゃないかと思ったんだけど、うんうん、あのそこに相談したらいいよっていうふうに言われたのはちょっと新鮮でした、あ、はいはいはい、でなんでかっていうと相談してすると何が起こるかって、まあ、交渉が起こるわけで交渉っていうのはどっちかが得するとどっちかが得する損することが多いので、うんうん、あの書かなくても交渉しないんですよ、ああ、うん、でも確かにインカの黄金の場合はねあの、どっちかが得してどっちかが得するじゃなくても逃げるを選んでも、進むを選んでも違うのさえ選べば両方とも得するっていうのがね、うん、あ面白いところだなと、うんうん、黙ってやるとぶつかる可能性があってそれはどちらにしろ良くないケースだから、ね、相談してしまえっていうのはあこれは非常に新鮮なだから、まあ、ある意味ゲームの理論の応用な感じもするんだけど、うんうん、面白いケースだなと、あの囚人のジレンマ的なね囚人のジレンマって両方告白すると利得はこのぐらいでね、はい、両方裏切るとこのぐらいで、はいはい、片っぽを裏切るとこのぐらいでってあれになるじゃない、はい、あの利得の表の数値をいろいろ変えるといろんなケースが出るんだけど、ね、よく言われる囚人のジレンマの配分っていうのが一番面白いケースですよね、でもあのだからあのインカの黄金の利得ってそういう方じゃないんだよ、ね、なんかだからなんていうのかなアンバランスな感じがしますよね、こっちだけ得みたいなね、だから相談した方がいいという結論なんだけど、これは思いつかなかったなと思って、でその前のキャントストップの有名な28ルール、ああいうのは知ってたから、あまあそうだし、あのそうやってね、それこ そ, そのゲーム理論というよりも、むしろ数学的に、ね、そうやって求めるっていうのは、あのいいことで、そういうのを導入するのはね、ゲームの作戦を立てるためにはやっぱり基礎的な知識としてね、それ全部解けるわけじゃないんだけど、いいことだから、そういう意味でもよかったなと思うんで、私が言いたいことは、実際のゲームを持ち込んだのは私としては非常に歓迎すべきだから、それが読者にとってどうなのかっていうのはまた別だよという、まあまあそうですね、交渉の概念をどうするかというのは結構、ね、そう難しいところなんですよね。実際のゲームデザインだったりマーケットデザインでも当然そこは出てくる話で、その交渉の時間というのを明示的に設けるか、あるいはなるべく排除する形でデザインするかみたいなのは、まあ考えるし、でルール書く側としても、まあ、書きたくないことの方が、まあ、最近は普通じゃないかなという感じがします。インカの黄金みたいなタイプのゲームで書くとうるさくなっちゃうかなみたいなことがあるので、ルールがね、ちょっとまあそこで迷うことはあると思うんですけど、でもまあ書く書かないの態度は決めた方がいいかなっていう感じはします。囚人のディレンマのゲームって交渉しても、裏切るインセンティブが普通にあるので、まあまあ、最終的にはそこで保たれるんですけど、チキンレースで特にこういう構造のチキンレースだと交渉で決めちゃったらそっちに従った方がいいので、うん、実際なコミットメントの話が、何章だっけ、4章5章、に出てきましたね確か。手を、もうこれしかないってことにしちゃった方が強いというケースがある、まあ、チキンレースは典型的なそういうやつですけど、で、まあ、そういうものの場合は、まあ、交渉したらもう結果がそこからブレないので、その場合にそれを良しとするデザインなのか良くないとするデザインなのかっていうのは、まあ、そのデザイナーなりプレイヤーなりが、まあ、
一個決めなきゃいけないデザイナーとして決められるかな、インカの方がの場合は何も書かないっていう態度もあるですよね、交渉してもいいですよって書いちゃうのはまずいような気が私はちょっとするんだけど、あそうですか、まあ、だから何をしたいゲームなのかですよね、あれが。ということを考えて、ね、何をしたいゲームなのかって、ね、結構交渉、まあ、しないが自然かな、確かに、ね、交渉の場合はね、確かにね、当人はいいんですよ、でも当人たちが交渉してうまく分けれると、他のすでに帰った人たちっていうのは相対的に損するんですよね、だって当人たちが進んで両方ともバーンとなっちゃうのが一番周りの人がいいわけで、別れると片っぽはダメだけど、片っぽは帰りにいっぱい拾って帰れるわけで、その人は得するので、交渉する2人は有利なんだけど、それ以外の2人は2人って4人でやったとしてね、だから交渉はしてはいけないっていうルールがあってもおかしくないなという気もするし、こういう側にいろいろメタ的な問題が起こるから何も語らないのがいいのかなという気もするし、その何も語らない文化において私は交渉なんて思いもよらなかったから、あなるほどなと思ったのね。交渉、まあ、そもそも以下の好きなゲームじゃないのであんまりなんか真面目に考えたことないですけど、でもまあ交渉はやらない方がいいんだろうなという感じではやってたような記憶があります。交渉やるとあまりにも交渉した方が良すぎるので、あのゲーム、あそうね、ただ私は発想しなかったから、ちょっと新鮮な驚きです。沢田さんは好きじゃないんですけど、私は一家の方は嫌いなゲームじゃないんですよ。あ、そうなんですか。なんでかっていうとね、あれ子供たちにやらせるでしょ、そうするとね、やっぱりみんなそのジレンマにね、痺れるんですよ、行くか下がるかじゃないですか、それで、ね、弱気に出てがっかりしたり、あるいは弱気に出てね、みんな死んじゃって当たっちゃったりっていうのがね、わわキャーキャーなんてね、面白い。で、多分作者がやらしたかったことはそれであってね、交渉運動を問題にしてるんではないと私は思うわけ。だからあのゲームはあの宝石が散らばっちゃうという弱点はあるんだけど、それ以外は非常によくできたゲームだなと私は思ってるんですね。だから好きなんだけど、あとはその要するにギャンブルの問題ね、賭けの問題ね。だからまあ私は2位問題って言ってたけど、2位は勝ちなの、麻雀の4人でやって2位は勝ちなのか負けなのか引き分けなのか評価できないから、他人数ゲームは難しいって問題なんだけど、お金で重み付けをしてかけることによってね、それをある意味外部的に解決してっていうのが、まあ、それの問題なんだけど、私も任意問題で、まあ、麻雀ではあるんだけど、オーラスで、ビリが1000点上がっていいかって問題があります、ね、ありますね、まさかプロでもそんな問題が問題として扱われるんだみたいな、ね、いやいや、でもそれあいいんですか、上がって、いやいいですよ、そういう上がってルールで禁じられてないんだからいいんですか、でもあれですよ、ジャンキリはダメですよ、それはだってあれはだってもう、ね、あれそれはそうルールで定めてるんじゃないか、ね、そうなんだよね、だからルールで定めればいいんですよ、まあでも難しいと思うけどね、あのネットマージャンで例えば天保なんかは、あれはラスを取るとめちゃくちゃレートが下がる、そうです、逆に言えばラス取らなきゃいいからめちゃくちゃラス回帰マージャン、もう一回言って、天保っていうネットマージャンがあって、それレーティングがとにかくラス取るとめちゃくちゃ下がる、だからラス取らないっていうのが市場命令になるから、トップ取るよりもラス取らない方がいい、実際の普通にかけてやるバージョンはトップがでかい、トップで勝った方がラストより金が儲かる、トップラストより、そうそう、だからトップ狙いになる、全然違う、あジャンタマもそのラス回避じゃないですか、あれやっぱりなんかレーティング的にはなんかラス回避が皆さんのなんていうかこうご機嫌に沿うみたいな感じで結論が出たんですか、そういうことなのかな、ラス回避の方が収束しやすいんじゃないですか、だからラスの人がラスの上になるために終わらせるってことが起こるわけで、ね、起こりますね、でトップの場合もだから要するにダンペコのオーラスで私は何をすればいいかっていう状態になるわけじゃないですか、まあ、実際はトップ取った方がラス飛距離高くなるとみんなトップ狙いになるだろうから、トップ率は上がるでしょうから最近なんか上がっちゃうんじゃない、知らん、どうなんでしょう、どうなんでしょうね、まあ、なんかそうですね、大体なんかグラス回避マージャンって感じですよね、ネットマージャンネットマージャンはそうです、だから片山正幸の漫画でね、はい、まあ
プロの逃亡式が出てきて、そのあの要するに対戦をしていると、リアルな対戦をしていると、はい、それでラストの時に何をするかっていうのは、あるプロがおとなしくしてると、はい、トップ争いをしてるんだから、それをあの、まあ、傍観するというか、邪魔しないようにしろと。はい、でもね、それもなんか不思議な気がするんですね。おとなしくしてるってことはトップに味方してることになるのかなって気もするし、何ら かの態度ではあるわけですよね、うん、それは。でやっぱりトップの足を引っ張るべきだっていう人も、そういうキャラクターも出てくるけど、でもそれって要するに2位に味方してるわけ、ね、ということになるわけだ、ね、なんかそのいや完全な中立な立場ってないわけで、ないわけだよね。特にマルチプレイヤーゲームの宿命っていうか、まあ、マルチプレイヤーゲームってそういうもんなんですからね。マージャンをどれだけみんなが真面目にマルチプレイヤーゲームとして捉えているかというのはちょっと疑問はありますよ、うん、だから、まあ、M リーグがあんなに流行ったって、 M リーグで好成績でもそれは統計的に見たら本当に強いかどうかわからんわけです、うん、意味は全くない、意味は全くないんだけど、あんだけあのファンがついてるわけだから興行、うん、としてやるのが正解だという、興行としてやるのが正解だよね、うん、なったわけですよね、まあ、結局それはあって2000回やるリーグなんかまあ少ないわけですから、ね、誰も見らないですよ。でも、まあ、そのいわゆる運の要素を徹底的に削ったマージャンというのは、まあ、作りはできるわけだけども、うん、誰もそんなものは見たくないということ、うん、今のバックギャモンがあれでしょ、それこそコンピューターにどれだけ合ってるかっていうのが指標になるとよく分からない世界になってる、人間がやってるんだかコンピューターにやらせてもらってるんだかよく分からない世界です、まあ、だからそう、まあ、工業としてはあの良いところに落ちたんだろうなという感じがします、ね、あれもね、さすがに内部から批判があって、それそうでしょう、あの今回のはね、あの要するにね、コンピューターの評価と実際の成績の両方を足して成績にした、だからイーブンなんですよ。でもそれはあんまりだって言うんでね、ちょっとこっちコンピューターの方を下げて人間か実際に勝ったか負けたか、はいはい、だから実際に勝ってもね、悪い手で運が良くて勝ったらコンピューターの評価悪いから、はい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 、あの負けではないけど成績下がるんですよ。意味わかんない、すごいですね、その世界すごいと思う、すごいな。ただ言ってることはね、まあ、運を測ってるわけですよ、はい、だから神のようなポンコンピューターがいてね、本当に正しいプレーをしてそれで負けるっていうのは、まあ大数の運であるんですから、はいはい、だったら運が悪いから負けたんだからっていう理屈は分かるような気がする。理屈はそれがそのゲームをやる必要がない、言っちゃうとそこまでそしたらなんかアチーブメントテストみたいなね、一番いいあのコンピューターの言う局面が出てきて、それに正解をピッて出すとか受賞みたいな、それこそ問題通りのなんか機内テストで実際にコマを動かす必要ないじゃないかだから本末戦闘もいいところ、ね、いいところですよね。ポーカーがそうなったら誰もポーカーやらない、やばいどうなのかな、ギャモンはやってますよ、やってますか、ようやりますね、その感じで、うん、そうみんな真面目にやってるんだよね、なんか大丈夫かなと思うんだけど、まあ、なんか2人ゲームの難しいところっても言えなくもないですかね、うん、いやだからまあ不確定ゲームだからね、うん、将棋とか、まあ、完全情報ゲームはあの負けたら実力だって、まあ、実際指みたいなことがあるからよく分からないんだけど、うん、言えるけど、あのバックヤモンの時はいくらいいプレーしても本当にダイスの目が悪かったら負けるわけ、ね、まあ、もちろんそうです、それをどう考えるかですね、うん、そういう、うん、私はね、うん、ああいうゲームはそういうもんだというもんだから、それはそれでいいんじゃないのって思うんだけど、ね、うん、まあなんかそこでどうこうしてもなという感じはね、うん、ありますよね、うん、まあそういう意味を受けてね、それこれはギャモンとかそこまで書いてないけど、ね、そういうなんていうかな方に思考がいくこと自身が、うん、なかなかいい、うんうん、なんていうか一石じゃないかなと思いますけどね、うん、面白かったです、面白かったですよ、いいもんだと思いますよ、すごいないものねだりをすると、ボードゲームを出しにゲーム業を紹介するんじゃなくて、あのゲーム業を使ってボードゲームを分析してほしいな、本当は、ね、そういうことは、ね、まあまあね、まあ、売れないでしょうから、ね、売れないっていうよりね、しんどいんですよ、ね、のまあ、ちょっと疑ってるところがあるよね、まあ、それもある程度しかできないだろう、もちろんある程度しかできないし、ゲーム理論が応用できるところしかできないのは当たり前なんだけど、どのくらい効果があるのかね、まあでも、うーん、そのキープクールとかの、6章のマーケットデザインとかは若干やってる部分はあるじゃないですか、あ、まあまあこのサイズのコンテンツまでできれば十分かなという、僕はあの感じはしました。それメカニクスを語るときにそういう風な、まあ、ちゃんとやれば数理的になるような、そういう分析ってあんまないじゃないですか、まあまあ、むしろ多くなきゃいけないところじゃないじゃないですか、
それじゃなきゃメカニスクの施設なんていうか解析になってないからね、うん、だから本当はそういうのが増えるべきだと思いますけど、うん、そうだな、これが売れたら、これマーケットデザインで似たような話や、あの本書いてほしいんですよね。あとオークションデザイン、うんうん、っていう感じは。マーケットデザインとオークションデザインの一般書ってまだまだ少ないし、全然あのなん足りないとまあないですよ、ね。うん、まあ、一応あるっちゃあるけどもみたいなことがないね。これでも一印刷紹介されてたわ、なんかちょこちょこですよね、うん、あんまり僕は紹介されてなかったような気がするけど、5冊ぐらいか、うん、この本で入った人が岡田のゲームリーグの中読んだら死んじゃいますよ。そうなんだ、めっちゃむずいんですか。めっちゃむずい。あの、まあ、たまたまあの、数学の天才だけれどもあのゲームリーグは知らなくってボードゲームは好きだよぐらいの人が読めば大丈夫ですけど。それハードル高い。これ学部3年から読むくらいの、岡田ゲームリーグは大学院ですね。もう院まで行っちゃうんだ、ギボンスはあの学部のギボンスはまあまあわかる、あの、これ読んでいいと思います。あとまあ実験ミクロ経済学もいいんじゃないかなとか、まあまあそんなところですね。で、マーケティングデザイン、マッチメイキングとマーケットデザインの新しい経営、これそうです。これなんかいいのか、まあ紹介されてたので、この2冊ちょっと読んでみてもいいかもしれないです。高橋さんが、コメントいくつか書かれてますね。よいしょ。だだだだ。インカの黄金は、まあ、あの、相談した方がいい特許になっている、まあ、草場さんの話ですね。なるほどという感じで。で、ラスマージャン、ラス回避マージャン、そう、ジャンタマもそうなんですね。あの、高橋さん、まあ、ジャンタマを一時期かなりやられた時期があるんで。まあ、最近も、あの、ちょっと、たまにですが、やってます、ね。ああ、やってます。3問もやり始めました。ジャンタマ、あとは私が軽く紹介します。うん、川田さんの協力ゲームの話なかったねって話では第5章の一部ではあるけど、本格的な分析に至ってないという点ではその通りだと思っています。で、そこからは私の文章の方の感想が実は6月18日にあったので貼り付けてます。野田さんがあの私の友達 の経済学者の川口さんに、うん、が紹介してたのと、僕をなんていうかゲームデザイン側の話ずっとしてる人として紹介してくれたので、うんうん、まあ、繋がったんですね。それで野田さん向けにこういうところが面白かったねっていうのを、まあ、3点ぐらい書きました。まあ、まずはパズル概念をあの実践的にあの導入している点。そうですね。これいいですよね、確かに、うん、そう。ゲーム理論の立場からパズルをしっかり語るっていうのもありそうでなかったあのことで、これは、まあ、経済学者にとってというよりはあのゲームデザイン論者にとって非常にありがたいところだったというか、あのゲームデザイン論側でパズルの話してもまああのうやむやになりがちなんですけど、あのまあある種門外観の視点から、門外観というかあのゲームデザインのが専門というわけじゃない方からあの強度の高い議論をしっかりしてくれたというのがまあ改めてありがたいことですよ。まあその結果ラッシュ均衡だったり、まあ複数均衡だったり、まあいろいろなさ私たちがそのなんていうかそこに膠着しがちな状況というのがある意味その逆に狙っていくのがあのマーケットデザインやオークションデザイン あの重要なところなので、まあそういうところって実はやっぱりパズルに陥りがちってところが面白いというか、解が一つに定まってしまうように作るっていうところが極めて経済学の今、まあ、ミクロ系の経済学の面白い技術なので、まあ、そこをきちんと理論として抑えてくれたというのがありがたかった。まああとはその辺、まあうまいなっていうテクニカルにうまいなってところをダラダラと書いて、あとはその、まあ、ゲームスタディーズがお金になるというすればシリアスゲームだったり、まあ、ゲーミフィケーションだったり、まあ、その他の点ってあのつながりやすいですけど、単にそれが学祭で終わらず、まあ、きちんとその、まあ、きちんと、技術として使えるような話になるにはやっぱりこちらの経済学の力を借りる必要があるなところもあるので、まあ、その辺であのキープクールに話をつなげてくれたのは結構いろんな分野のグラント取りたい人であったり、あのゲームを通じてあのアプリケーションなあの研究をしたい人にとっても、まあ、いいんじゃないかなということで井上明人さんの話も出してしましたというところですね。で今日改めてお話聞きながらあのやっぱり僕はここがいいなと思ったところは、草場さんの話を聞いてインカの黄金もやっぱり悪くなかったんじゃないかと、まずはその、意思決定する際には決断が有限でなければならないわけですが、その有限さっていうのはあの状況に対して二択しかないけど、二択しかない割には結構考えることが多いっていうのはインカの黄金のチョイスって結構絶妙じゃないかなと思うんですよね。で僕はククーの、 あの乗るかそるかみたいなあの渡すか渡さないかの二択は好きなんですけど、あれってやっぱり状況があやふやで
渡してもひどいことになるし、渡さなくてもひどいことになるみたいなことが面白いんで、なんか、それよりは、インカの黄金って結構、その、リズメで、なんていうか、得な二択のうちの一択を導き出せるってところは、まあ、ちょうど良さがあるかなと思いました。資金ゲームの紹介としてもいいし、その、なんていうか、そのメカニクスが示す最適解に近い何かみたいなものを、まあ、示す上でも、実は悪くなかったんじゃないかなと。もちろん、その、批判される点もよくわかるなと思いつつです。で、まあ、やっぱりパズルの話が良かったって話はここで改めて書いて。で、まあ、あとは、売れたんであれば、経済学系の素養を持ったゲーマーは、他にもたくさんいますので、まあ、いろんなジャンルについて、ボードゲームやテーブルトップの批評を、まあ、映画辞表みたいなレベルでものすごくたくさん書いてくれると、面白いものがたくさん読めるんじゃないかなっていうことです。あとは、まあ、マーケットデザインの本といえ、一番その、わかりやすいっていうか、入門的にまた出た最近の本では、酒井さんのマーケットデザインの本とかがいいんじゃないかなということですね。まあ、最後に私、英語のミクロ経済学のメカニクスデザイン賞だけ友達と一緒に無理やりやったことがあるんですけど、さすがに専門じゃなかったので、すげえ大変だ。10年以上前ですけど、思い入れがあり。ってなところです。はい、ありがとうございます。はい。そうですね。2010年って結構前なんですね。ここに書かれてるのは2010年のミネルバ書房の本で、で、さっき高橋さんがおっしゃったのは、新書が出ました。同じ著者の。そうですね、そうです。酒井さんの10年後の本です。内容ないな。同じではないでしょう。10年後で、2013年か、これは。あ、じゃあ、高橋さんのメッセージのやつですか。多数決疑うの方が新しいのかな。うんうん、あ、違うな。多数決疑うは2015年だ。最近でもなかったの。最近でも。すいません。でもまあ、新書もあるよという。うん、そうですね。という、ところです。じゃあまあ、以上ですね。はい。お疲れ様です。はい。はい。